こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。キララファンタジア、キララファンタジア、僕たちがしっかりしないとね。はい、キララファンタジア始めていきましょう。さあ、今回から新しい新章です。なので読み込んでおります。さあ、いよいよ読み込みが完了する。ちょっと昨日は寝て、疲れがあって寝てしまいましたが、今度こそやります。ウィーニングボスとない頑張りましょうね。2021、おー、ゴールデンウィーク、これだけ20も石もらえるんですね。すごい。さあ、来るぞ。神社です。神社はこんなんやったんや。うん、何これ。三者三様か。マチコ三者三様出てたんだ。出てたな、そういや。ノスバとか。おー、おっと、おー、そうだそうだ、意外に思えるけど。さあ、クエスト始めていく前に召喚やっとこう。300超えるから。さあ、おはようございます。今日も頑張りましょう。これは優勝限定が本当に増えたよな。どんだけ資金の監視を焦ってるんだっていう感じです。ということで、メイド館では笑えないの初回10巻召喚やりましょう。そろそろ星5来い。新たな出会いを。お、星4以上。星4か。これはもうすでに出ましたからね。ダメっぽい？お、来た。しないと。来い。さあ、何が出てくるか。お姉さんがついに仲間に。お姉さん？ん？おーっと、なんとここへライネが初登場ですよね。本当にお姉さんだった。お、今回当たりじゃないの？星4だけど、ヒラオ、いるよね。お、嘘だろ？大当たりじゃん、今回。ライネよ。また戦士として、剣を取る日が来るなんて。でも、みんなを守るために、精一杯頑張るわ。困ったことがあったら、いつでも呼んでね。次回も頑張ります。今回は本当にすごかった。ライネ、新キャラ星5ライネに、既存星4、4つですからね。4つは5つが星4以上、半分が星4以上ですからね。大当たりすぎるだろう。これは別に動画を切り取って作ります。2人が覚醒ですね。おはようございます。噛んじゃいました。来年、拾い手に入れましたので、来年見ていきましょう。これです。来年は職業は、ダメージ与えるから僧侶じゃないね。これかつて勇者だった経験を生かしている。キララファンタジア始まるわよ。この服まだ入るかしら。
昔を思い出すわ。足元がお留守よ。お、そこすごいな。あらあら、みんな大丈夫？お残しはダメよ。押してダメなら引きましょう。さあ今のうちに。お仕置きしちゃうからまだまだ行くわよ。すごい、このくらい。油断したわ、ごめんね。みんな今日はごちそうにしましょうか。お鍋焦げちゃったわ。あんまり遅くなる前に帰りたいわね。妖属性なわけですね。え、そしてデフォルトは、おー、職業ってこれ戦士なんですかね。お、いいですね。ライネも育てていきましょう。